こんにちは、みじゅです。今回はこちらホンダのフリードモデュール X の車両紹介をしていきたいと思います。久しぶりのホンダ車の車両紹介なのでとっても楽しみにしていました。では内装外装を詳しく見ていきましょう。車両サイズは全長 4290mm、 全幅 1695mm、 全高 1710mm、 最小回転半径は5.2m と小回りの利く仕様になっております。モデュール X 専用品としては、専用のフロントグリル、専用フロントエアロバンパー、 LED フォグライト、専用フロントビームライトなどが装着されております。普通のフリードとは一見違ったような印象を受けますよね。見た目をドレスアップしているだけではなくて、実用性も兼ね備えております。風を味方にしてくれるような機能性の高いデザインとなっております。空気を車体へも導いてくれて、リフトバランスを最適化し、走行安定性や旋回性能を高めてくれています。そしてリアにはモデュール X のエンブレムがついております。続いては車内を見ていきたいと思います。運転席の右側にあるスイッチを押すと、後部座席のスライドドアを開け閉めすることができます。後部座席の内装を見ていきたいと思います。シートはモデュール専用のシートとなっております。乗り降りのステップは樹脂パーツとなっておりますので、泥汚れなどが入ってもお掃除がしやすいと思います。 B ピラーには手すりがついていますので、乗り降りがとてもしやすくなっています。足腰が悪い大人が乗るときにも便利ですし、お子さんが乗り降りするときにも使い勝手抜群だと思います。後部座席の左右にはサンシェードがついております。下から引き出すタイプになっております。サンシェードが備え付けなのはすごく便利ですよね。後部座席2列目の席には両サイドに肘掛けがついております。後部座席の人もくつろげると思います。そして前後に大きく移動することができるので、ちょうどいいポジションにセッティングできるんじゃないでしょうか。フリードのテールゲートはワイドな開口幅と低い床の設計によって大開口のテールゲートを実現しています。さらに3列目のシートを左右に跳ね上げれば広大な荷室が出現します。この高さなら多分マウンテンバイクなんかも乗るんじゃないかなと思います。3列目のシートはこのような感じで左右に跳ね上げるようになっております。3列目を出す方法はとっても簡単で、こちらの紐を引いてあげると台座のようなものが出てきます。そうしましたら、こちらの引っ掛けてあるフックを外してあげれば、こんな感じで座面が出てきて、背面の背もたれが出てきます。簡単ですよね。力も特にいらないですし、数十秒で3列目がセットできるので、突然人を乗せなければいけないなんていう時にも重宝するんじゃないでしょうか。3列目を起こした状態でも荷室空間は担保されています。例えばこういうちょっとした荷物であれば全然乗りますね。3列目のシートもこんな感じで足回りも広々していますし、窮屈な思いをせずに座れると思います。高さも担保されているのでとっても使い勝手がいいですね。3列目にもドリンクホルダーと小窓がついております。運転席の背もたれの部分にはポケットがついています。浅いポケットなので携帯電話などを入れるのにちょうどいいかと思います。続いては内装を見ていきたいと思います。運転席に現在座っているんですけれども、まずシート、こちらはモデュール X 専用のシートとなっております。ヘッドレストはレザー、そして背もたれの部分はベロア調の素材となっております。そしてモデュール X のロゴが入っています。かっこよさを求めるのはなかなか難しそうと思われるミニバンですが、こういったモデュール X のバージョンになると、やっぱり内装とかシート、そして見た目のエアロもそうですけれども、かっこよさが際立って、車好きの方が乗っても満足できるような仕上がりになってるんじゃないかなと思います。座席は独立型となっております。センターコンソールがないので、運転席から助手席、助手席から運転席、そのまま移動することができます。
センターコンソールがない分かなり自由度の高い室内空間となっております。そしてアームレストもしっかりあるので、長時間の運転中肘を支えたい時などに使用できるんじゃないでしょうか。このような感じでコインケースなどを置いてもいいですし、ちょっとしたレシート、駐車券なども置けそうです。下には大きなスペースもあるので、こちらのスペースも活用できそうです。ウィンドウスイッチは運転席のみオートとなっております。その他は手動となっております。ハンドルの右側にはドリンクホルダーがついております。こちらのパネル周りはピアノブラックとなっております。エアコン送風口は2口、そしてこちらのボックス、小物を置く場所が2口ついております。こちらに駐車券など置くことができるんじゃないでしょうか。でここのスペースにはティッシュボックスなども置けるんじゃないでしょうか。メーターは見やすく細長い形となっております。速度表記はこちらデジタル表示となっております。知りたい情報が一目で分かるような仕様となっております。続いてはサンバイザーを見ていただきたいと思います。サンバイザーはかなり幅が大きくなっております。フロントガラスが大きくて視界が広いことがメリットなんですけれども、その分光を受ける範囲が多いんですね。なのでこちらのバイザーが大きいことによって、例えば西日が眩しい時などにはこれがかなり活躍するんじゃないかなと思います。バニティミラーはこのような感じです。ハロゲンのライトもついていてバッチリです。フロントガラスはこのような感じで大開口となっております。 A ピラーで四角になりがちなこちらの三角ゾーン、こちらに窓を設けることによって右斜め前左斜め前の四角となりやすい部分をカバーしてくれています。そしてルームミラーはこちらになります。でこちらの上の部分には室内の様子を伺える魚眼のミラーがついております。このような感じで運転しながらも、例えば後部座席にいるお子さんの様子、助手席の様子、室内の様子も常に確認することができるので、運転していて安心だと思います。ハンドルはこのような丸い形となっております。ハンドルの右側にはホンダセンシングのアシスト機能がついております。クルーズコントロール、クルーズコントロール系や車線の逸脱防止、レーンキープ、前方車両との車両間隔の調整ができるボタンなどがついております。左手には音量調節や音楽のスキップボタンなどがあります。せっかくなので音声コマンドボタンを使用してみたいと思います。行き先をお話しください。自宅へ帰る。自宅が設定されていません。こちらの車には自宅がナビに設定されていなかったので案内はできませんでしたが、ご自宅をナビにセットしておけば音声コマンド、喋ってオーダーするだけで自宅への案内が開始されます。手が離せない時などに使用するのがとっても便利じゃないかなと思います。ハザードボタンはこちらにあります。ナビの上にあります。かなり押しやすい位置だと思います。搭載されているナビはホンダ純正のギャザーズナビとなっております。シフトレバーはストレートタイプとなっております。かなり握りやすく操作がしやすい仕様となっております。そしてこちらには何かスペースがあるんですけれども、なんだろうな、携帯置くにはちょっと浅い気がするんですけれども、何でしょうか。あ、置けちゃいますね。意外と置けました。そしてエアコン操作系はこちらの物理スイッチで操作ができます。ダイヤルで温度調整、風量調整はこちらのボタン、エアコンのオンオフなどが行えるようになっています。シフトレバー周りは全てピアノブラックで囲われております。ツヤ感があってすごく綺麗だと思います。足元を見ていくとこちら引き出しがあります。開けてみるとドリンクホルダーが一口出てきます。使わないときはしまうことができるので、すっきりと荷物を置くことができますね。もう一つ収納があります。長く引き出してあげるとこんな感じでトレイのようなものが出てきます。こちらはマックス3キロまで耐えられるんですけれども、ここにもスマートフォンが置けちゃいますね。何かちょっとした小物を置いておくのにとても便利じゃないかなと思います。そしてさらにその下には USB の充電口と 12V のシガーソケットの充電口があります。こちらにも深さが 3、4センチある収納があります。そして助手席側にはエアコン送風口が2口、ピアノブラックのアクセント、そしてこちらにも収納があります。収納が2口、滑り止め付きがついております。そしてドリンクなどが収納できます。でドア周りの収納は運転席側と同じです。深い収納と浅い収納が2口、
下に細長く深い収納が一つあります。ということで本日はホンダフリードモデューロ X の車両紹介をさせていただきました。ミニバン、ワゴン車などはあまり車両紹介をしたことがなかったんですけれども、これほど収納がたくさんあって工夫の施された車なんだなというのを知れたことだけでもすごく有意義でしたし、かなりファミリー層におすすめ、そして仕事使いでも収納がたくさんあるのでかなり重宝できる車じゃないかなと思いました。走りやかっこよさからはちょっと遠ざかってしまいそうなミニバンですが、モデューロ XGO になるとかなりエアオラなど外観にも工夫が施されていて、とてもかっこいい車両だなと思いました。ぜひ興味のある方はホームページとご覧いただいてご検討いただけたら嬉しいです。ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。